そうですね、まあ地元で今、まあ保証の問題とかですね、まあそういったこともあって、まあ仕事をしなくても生活が若干できるというですね、そんな感じもあるんで、働かない人の数が増えてきているのは事実だと思います。で、まあただその一方、もう本当に働かないと生活ができないという方がいるのも事実ですので、まあ個人的にはあまり言いたくない部分もたくさんありますけど、やっぱりもう保証とか、まあいろんなそういったお金が入ってくるっていうのが、あると働かない人も増えてるのと、あと周りで働かない人がいるとその方にまあ釣られてという表現はおかしいですけど、一緒にもう仕事しなくてもいいみたいな雰囲気がちょっとまあ次々ちょっと出てきてるのかなと。まああともう一つは働かない理由の一つとしては働く場所がないというところがまた大きい問題の一つだと思います。やるしかないからじゃないですか。なんでしょうね。まあとりあえずじっとしてられないということと、あとは、まあ、多分誰かがやらないとなかなか動き出す人たちがいないので、まあ、まず自分から動こうというふうなことですかね。それはもう震災前とそんなにじゃあ動きとしては変わってないんですか、澤田さんの中では。そうですね、震災前から特に自分の動きとして変わったことはないですけど、まあ車の移動距離がさらに増えたかなというぐらいですね。やっぱり前よりやる気は当然すごくありますけど、でも時々気持ちが折れそうになることがすごく多くなったと思います。いろんな方々に会ってお話をしたり、やっぱり自分たちと同じような気持ちで一生懸命やろうと言って動いている方々と一緒に話をしたり行動したりすることで、なんとか自分をもう自分のモチベーションを高めてという感じですかね。澤田さんは今は南相馬にいらっしゃって、ご家族の方は、まあ、家族は山形の方に避難をしてますの で、まあ、向こうで、まあ、生活をして、まあ、私は南相馬市の方に戻って仕事をしながら、まあ、地域の方でなんとか職を、まあ、職を通して職を出そうというふうな活動をしています。山形にはもともとご縁があった。そうですね、この山形も今やってる仕事の評価庫のつながりで、まあ、生産者の方とか、まあ、ホテルの方とかですね、いろんな方々がいて、その方々に、まあ、今回の震災の原発の悪化ですぐ避難をしてくるようにというふうな皆さんの協力があって、山形の方にまあ一時期ちょっと身を寄せたり、山形を拠点に仕事してました。特に親戚とかがいらっしゃったわけではなく、もう全くあの取引先とかですね、あとは生産者の方々、そういった方々で何の特に身内がいたわけでも何でもなく、本当にいつでも来るようにというふうに言われて、まあ、我々からすると全く赤の他人の方々のご好意で山形県の方で、まあ、生活をしたり拠点にしたりですね、そういった動きを取ってました。あの震災後に出会った方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方々とは、まあ、これからどんな風に仕事というか一緒にやっていきたいと思っていますか。いや、やっぱり震災でいろいろお世話になった部分があるので、まあ直接的に何かお金とか物で返すということではなく、まあ、長いお付き合いをしながらお互いにやっぱり、まあ、何かあったら助け合うとかですね、あとはやっぱりお互いに末永く仕事でつながりを持てるような、そんな関係を保っていきたいですよね。
今一番困ってることは何ですか。今一番困ってること、今一番困ってることは何でしょうね。寝る時間がないぐらい動くことがあると。でも困ってないな、それは。もう困ってることはないんじゃないですかね。逆に助かってることばっかりだと思います。